今日から高知大丸で春の北海道物産展が始まりました。その場で焼いた焼きたての牛肉が乗った弁当や、ご飯が見えなくなるほど海の幸がたっぷり乗った海鮮丼。販売されているのは高知大丸で今日から始まった春の北海道物産展です。会場には24店舗が並び、今回も食の宝庫北海道が誇る春の味覚が大集合しています。初出店となる駒ヶ岳牛乳では、北海道の大自然で育った牛の牛乳を使ったソフトクリームとヨーグルトを合わせたこちらのスイーツがおすすめです。ではいただきます。よいしょ。ありがとうございらっしゃいませ。うん、わ、ソフトクリームとっても濃厚です。中に入っているヨーグルトがもっちりとしてるんですよ。これは新食感ですよ。いやー、美味しい。これが酪農王国北海道の恵みなんですね。このほか焼きたてのパイにたっぷりのクリームを挟んだ余市りんごのカスタードパイが人気の洋菓子店ブリスブリスでは、北海道産のバターと十勝小豆にこだわったバターサンドが初登場。キラキラと輝く海鮮に可愛らしいスイーツと、見ているだけでも幸せになるような空間が広がっています。いろんなものがありますので、ぜひゆっくりと見て味見して会話を楽しんでいただいて、会場全体で楽しんでいただければと思っております。北海道物産展は来月9日まで開かれています。